皆さんこんにちは、遠藤よし子です。おはようございます。えっ、ー、と今日は火曜クラフトということでバブルオーバーというスタンプセット。 をご紹介したいいと思いますこのスタンプセットは、えー、と今年の初めに出たオケージョンカタログで、えー、登場したもので、えー、登場した当初はあの私も絶対これは買いだと思って買ったんですけどその後ほとんど実は使っていなかったという,うことが判明しで今回、まあ、企画の中で、えー、毎週ね、あのー、販売中の 製品を紹介していくという、うん、企画を自分で、えー、課題を課してやってってるんですけどそれで、まあ、あの初めてこんなにたくさんあの毎日のようにこのバブルオーバーを使っているという状況です。まあ、実際に はあのーまあ、ボトルはそんなに使ってなかったけどこのちっちゃい小物とかっていうのは意外と、あのー、ちょこちょこと使えてえフォントとかも可愛くてこの「サンキュー」なんかはすごくいろんなところにコラボできるようなあスタンプセットスタンプで、えー、結構好きなんですけどこの「いいね」マークなんかは、まあ、今風っていうかね、あのー、いいので。 このボトル自体はあの使ってあっそうねえー、とまずカタログの方は新しいカタログの年間カタログの方に31ページの方に載っているんですけれどもあの台とセットになって,てコラボしていてでこの台がかなりいい仕事をしてくれる。 あのこのスタンプの中には入っていないものとしてこのストローであったりとかあとこのラベルっぽいやつですねラベルあラベルスタンプあった何でもないですえー、っとでもこのラベルにこの穴を開けるとかいう台があったりとかしてその穴を開けてリボンを通すことができるなどちょっと細々としたあことができたりとかしますえー、っと そうだね、でえー、っとスタンプの中には、まあ、小物としてはこのハートといいねマークとこのちょっと弾けてるバブルがあったりとかするんですけれどもこれもすごく可愛らしくて私はとっても好きなんですけどねで、えー、この、まあ、瓶につけられるようなラベル。 こんな感じで入っています、えー、ボトル自体は大小と、えー、微妙にサイズが違ってであそうそうこの台の中にはスタンプセットには入ってないけれども台の中に入っているものとしてこのキャップがねあるんですよね。あのこれを銀色のフォイールペーパーとかで抜くとすごくリアルな感じで可愛くなったりとかします。そんで、えーと その他にこのページを見てみるとご存知の方も多いかもしれないですけれどもこの、えー、黄色っぽい感じのバックグラウンドがついてるのはパンチがちょうどいいパンチがありますよっていう意味でここの下のところには4分の3インチのパンチで、えー、すっきり切れますよって言ってこの、えー、パンチでパンチアウトしてでここの王冠のね え、台もあったりとかもするので、それにぴったりはまるような感じにもなります。というあのー、ことが書いてあります。このグレーのバックグラウンドの方はえっ、ー、と台があります。よっていうことですね。コーディネートする台があります。よっていう意味になります。で、えっ、ー、といくつかね。あの今週いっぱいドワドワドワアと作りました。けれども。えっ、ー、とメインの。 まあこれはスタンプじゃないけど台だけ私基本的には台がとっても好きなのでえ台をついついいっぱい使ってしまいますけれどもこのボトルの台を使ってあのこんなふうに遊んでみたりあと今日実はあのワークショップを急遽することになってえこれをサンプルとして持っていくんですけれどもあのあこれがね王冠の台なんですけれども。 王冠っていうかキャップの台なんですけれどもあのそういうのをつけたりなんかして、えー、で、えー、このラベルのところにもぴったりはまるスタンプがあります。えー、とセンチメント自体ちょっとそんなにいっぱいないのでこの動画の中でサクッとえ解説しちゃうと思うんですけれども。 「May your day bubble over with happiness」というのはえこのカードにちょっと使ってみましたけれども「バブルオーバー」というこのタイトル自体は、まあ、泡が吹きこぼれたりとかあのブクブクブクってってもうこぼればかりのっていうような感じの意味になるので「えハピネスが」があ,あなたの日々が幸福で 溢れんばかりの幸福で満たされますようにというような意味になります。なのであのまあここバブルという言葉があるので、まあバブル系のスタンプを、うん、まあこれじゃなくても他にもしバブル系のものがあればそういうものと一緒に使ってもいいかと思います。あのこの付属の台の中にはこのバブルのお見えてなかった。はい付属の台の方にこのバブルの 台があって、それがね、意外とこういうふうにポチポチポチってくっつけると可愛い,いです。ええー、と、丸のを何かとして、水玉模様としても使えると思うので、えー、バブルだけに限らず、あの、そういう使い方もあると思います。バブル自体を、このスタンプを押して、もちろんこれを切り取ることもできます。でも、私はそこまではしないんですけど、あのバブルをスタンプした感じはこんな感じです。 で「Have a birthday, Brew」というのがこのセンチメントになるんですけどこの「b u e っていうのは、まあ、増上するとかそういう意味の他にもあとはあの、えー、お茶を入れるときに、えー、お茶を出す時も「b ル e という言葉を使うのでえー 究極,究極でもないけどあのお茶にも実は使えるんですよねこのブルーこの Have a birthday Brew っていうこのセンチメントはお茶のおセットにも使えると思いますえ実際、えー、ちゃんとそれ合ってるかなと思って、えー、検索すると「Birthday Brew」ブースデーブルーって言って「T」っていうふうにお茶調べるとちゃんと出てきますなのでもしお茶の、えー、紅茶とかお茶系の セットがある方はそういういものと一緒に使ってもいいいかと思いますなんとなくまあこの字体自体があのまあビールみたいな感じもするのであれですけどでもあのラベル自体をちょっとこうお茶っぽい感じの,あのお茶のティーバッグみたいな形にすればそれなりに見えるかもしれないですよねちょっと私試してないんですけれどもあのもしそういうのをやってみたいなという方はそういう方法もあるかと思います。 なので、えー、この瓶に逆にこの瓶にこのセンチメントをつけるとおー、まあ、ビールだなって感じがするのでお酒になりますなのでまあ子供にはちょっとって感じですかねなので、えー、ちょっとこのセンチメントこのブルーというのは増上という意味なので、えー、まあちょっとなんとなく頭の片隅に置いとくといいかと思います。 えとまあ、そもそもの意味ですけれどもどういうことなんですかねまあえっ、ー、とまあ誕生日で乾杯みたいな感じの意味でいいんじゃないかなと思います。でえっ、ー、とあとはあちょっとこれこれはサンプルで使ってないんですけど「your kindness is most refreshing」っていうセンチメントも入っています。これは、えー、あなたの 親切心は 私を元気にさせるみたいな意味ですねリフレッシュさせるっていう、まあ、すっきりさせるっていう意味ももちろんあって、えー、そういった意味と、まあ、元気にさせるっていう意味とかけていると思うのでちょっとソフトドリンクであったりもちろんこうシュワシュワしたビールでもリフレッシングだと思うので、えー、ビールに見立ててこのセンチメントを使ってもいいと思います。こここここれれれもこれももいい感じににのののラベルの部分にはまるので えー、そういう使い方ができるし、まあ、サンキュー自体はあのこの王冠の部分この丸い王冠のやつにもはまります。でえー、っとあとは「ューと「フォーユー」が入っていて「えー、サンキューと「フォーユー」はとっても使いやすいので、えー、私は結構あちこちに乱用してます。ここのとことろにも実は フォ、えー y ー u のタグをちびタグをくっつけてますけれどもこれ意外とかわいいのでぜひちょっと使ってみてください。えー、っとあとねあのセンチメントといえば「イエーイ!」ってやつですね。もうこれはこの通りですね。イエーイってみんな日本でも言うのと同じような感じなので、えー、なんかお祝いの時とかそういう時に使うといいかと思います。それで、えーっと るとねこんな感じで作ってきてで、えー、私昨日ちょっとリアルな瓶とかも作ってみたりとかしたんですけれども当初これが出た時っていうのはあの結構ポップな感じのデザインで、えー、出てきたんですよね。えー、っとまあここのカタログのサンプルにもちょっとポップな感じで出てますけれども。 ももとと付属で付いてきたまだこれ1パック実はあるあ全然使ってないやつがあるんですけどあのすごくポップな感じのイメージで、えー、当初出てきたのでなんとなく皆さんの中にもこのスタンプセットはポップな感じで使うみたいな感じのイメージがある方は多いんじゃないかなと思うので、えー、私はそこをちょっと一つ打破しようと思ってちょっとエレガントな感じに今回全体的に作っています。 えそれもまあクリスマスの秋冬カタログで出てくるスタンプセットねファーストフロストという,うセットとあとあのタグスタイディングスだっけなあのというスタンプセット。 えこの2つ私秋冬カタログから買ったんですけれどもその2つをとても気に入っておりましてえそれとコラボしして楽しんでいますえ何かとそれとコラボしてるって感じですね。でえこういう選択が終わった音がしますね。えとこの「ファーストフ,ラフロスト」のえ秋冬カタログのーペーパーちょっと光沢があって。 えー、パールがかっている綺麗なペーパーなんですけれどもそういうものとをコラボすることで、えー、今までとちょっと違ったイメージになるんじゃないかなと思っています、えー、瓶自体をこういうふうに、えー、ん柄物で大カットしたりとかあるいはうーんとまあ、マスキングしたりとかあるいはちょっと柄物の スタンプ、えっとね、ベタ面に、えー、インクをつけて普通にインクをつけてでさらに柄のついたなんかフローラルな感じのとかそういうスタンプをそ,こその上にこうポンとちょっと今やってみましょうかね、えー、つけてスタンプすることで、えー、ちょっと模様のついた柄付きな感じの、えー スタンピングもすることができたりとかもするのでそういうエレガントなあ転び方もできるかなと思います。えー、例えばちょっとうまいのが見つかるかわかんないんですけど、えー、これはちょっと薄めのインクでちょっとジュクジュクまたジュクジュクしています。 まだじゅくじゅくしてますねこの季節ね。よよよ。でこんな感じでインクを取ってでうんとうまいうまい柄が見つかるかな、えー、見つけてからちょっとインクをつけた方が良かったかもしれないんだけどちょっと待ってねちょっと待ってくださいね。あ そうね、えー、例のファーストフロストファーストフロストをこれでもいいかもしれないですねこれのこの細かい系のこれねこれとかをちょっと使ってみようかなまたあの急遽こんなことをやっているのでうまくいくのかどうかちょっとドキドキな感じですけれども。 これ今ガーデングリーンを手に取りました。うーんと結構熟熟かな。あでもいいか。えっ、ー、とよいしょ、ちょっともう一回これインクつけときましょうかね。あの薄いインク をこっちにまずつけてでちょっと濃いめのインクでうまくできるかなまあここにちょっとょいっとこんな感じでえインクをつけで スタンプするこんな感じちょっともう少しあのフローラルな感じのやつとかね、えー、使うとまたいい感じがよくなるんじゃないかなと思うんですけれどもおそういう風な。 あベタ面が多いスタンプなのでこの瓶自体がだからそんな風な遊び方もあるかと思います多少あのにじんだりとかしてもねそれはそれで、えー、味があると思うのでそういう遊び方もしてみてくださいでえっ、ー、と今日はねえっ、ー、とんんあそうそうそうそんで。 であとはこれはあのタグサンドタイディングスというスタンプセットからこんな風にちょっとクリスマスのものをスタンプしてクリスマスにも使ってはどうかなっていう案をこれは作った感じです。はいで今日何をするかというとこれをちょっとだけ。 あのー、どんな風に作ったかっていうのをご紹介しようかなと思ってます。あなんかびっくりマークありがとうございます。いついただいたんだろうなんか気がついたらびっくりマークがついてました。ありがとうございます。えっ、ー、とこれかな今のこのこのスタンプのことかなちょっと後でもう一回見直してみます。自分がやるので精一杯になっちゃってね。はい、でえっ、ー、と今日ご紹介するこの。 まあインク付けどういう風にしたかというとま,あまずえとちょっと色合いとかそういうのに迷ったらまあとにかく白で大カットとかをするとすごくきれいにいろんなものが収まると思うのでえ白でまずいろいろ試してみてねこれなんかもあのちょっとディメンショナルで浮かしてるだけなんだけど。あのー 他をにぎやかにしたりとかすることもできるのでこれがなんか存在感がボーンとあるっていう方法もできるけれども周りのこういうペーパーをちょっと私なんか生かしたいなと思ったのでここはあの白にしたりとかするとペーパーが生きてきて。 で,でも瓶の存在感もそこそこあるみたいな感じに仕上がるかなと思ってそういうふうに、えー、白で抜いてみたりとかしてます。でこれなんかもそうですね。あのこれらは今までのちょっとわらわらわらってしたカードと比べると、えー、結構簡素な感じで寂しい感じもするんですけどあのまあ 私の中ではこういうシンプルなものっていうのは結構好きな方なんですね。で、えー、とにかくこういう白,い白,く白で大カットをしてで特にインクをのせる場合はやっぱり白が綺麗に出ますよね。で、えー、紙自体も普通のこういうカードストックよりもあのすごくしっかりプレスされているのであの白の方がね。 なのでこう、インクが滲みにくいんですね、こっちよりも。なので、あのー、こう、スタンプをするときにパキッときれいに出るという効果もあります。なので、えー、白が、まあ、とにかくおすすめなんですけど。で、あのー、ちょっと傾けたかったので、えー、この水をね、水という中身を。 ちょっとこう斜めな感じにしたかったわけですまあいろんなやり方あると思いますこのまま普通になんか例えばマスキングをしてでこう色塗りとかをしてももちろんそういう風うに綺麗になると思うしえ今回私はねこのスタンプのここの筋を一応つけたかったんですよねここえちょっとわかりにくいかもしれないけどここにこう筋がついてるんですよねここにね。なのでえーこの筋はそのままで、えー こういうい傾いてる感じにしたいと思って、えー、こういうふうにやったんですけれども何色にしようかなようーんと何色にしようかなちょっとこれと同じ色なんですけどこれマンゴーメロディーマンゴーメロディー私結構今回結構好きで使ってますね。はい、でうーんと。 インクを拭き拭き取ってるというか、ちょっとやってます。で、えー、まあ、この時点で斜めにインクをつけているって感じなんですね。だからあのすんごい傾けたかったらもっと傾けてもいいわけです。こんな感じ。ちょっと傾けてみましょうかね。で、ポン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 とこうこのまま。 インクをつけてはいでまああの大カットしたものの上にやってもいいし、うん、でも大カットしたものの上にやった方がやりやすいかもしれないですねえっ、ー、とスタンプをしてからその後に大カットまあまあどっちでもいいかなどっちでもいいかもしれないです、えー 今はダイカットししたものの上にスタンプしてますえこのベタ面が多いやつはちょっとこうあの中の方がかすれやすくなってしまうんですけれどもこんな感じで <laughs> 今こうポンポンって何回かやったのでちょっとここが二重な感じになってますけどそれはそれでまあ悪くないかなと思うので。でえーこの ここでは一応ねこの後に少しこれスポンジダウバーあのちょっと実はアマゾンで買ったんですけどスタンピングアップでもね4個セットだか5個セットぐらいで売ってるんですけれども全く同じやつでアマゾンで、えー、大量にこういうケース付きで、えー、売っていたので私これちょっと買って使ってますでえっ、ー、とちょっとこうあのムラになったところまあムラになったところも味があるのでそれはそれでいいと思うんですけど あのちょっと鳴らすような感じで、えー、こうやってます、あのー。スタンプ自体は大カットよりも少しだけ小さい一回り小さいのであのー、まあ何て言うんですかねこうこ,うこ,うこう、まあ、縁,縁は白くなる感じなんですけれども、まあ、それをちょっと埋めるような感じで。 えー、スポンジングをしてみています。はい、で別に完全に埋めてもいいし埋めなくてもいいしって感じだと思うんですけどあの瓶のね厚み感があるあのを表現できるかなと思うので,でちょっとムラとかが気になるようであればこういうス,タンス,、うん、スポンジドーバーとかで 少しこんな感じで鳴、えー、らしたりとかするとふんわり感が出るかなと思います。なのでこれだとあのだいぶ傾いてる感じでこのぐらいこのぐらい傾いてる感じで、えー、できたと思います。えー、っと昨日インスタとかブログとかでもご紹介していた。 えー、このちょっとリアルな感じにするためには、えー、私はちょっと白いインクを使ってますこの白いインク私自身はこのインクパッドは買っていなくてこのリレフィルだけを使っていますインクパッドはちょっと扱いにくいっていう噂を実はちょっと聞いているんですけれどもあのスポンジにちょっと染み込みにくいとかあとあのスタンピンアップのインクっていうのは えー、保管する時にインクが下にに向くよようになってるんですよね、あのー、それは使い始めの時にたっぷりとインクがあの上の表面にちゃんと上がってきてるというか下がってきてるというかあそういうふうにするためにもともと保管の時点で、えー、インクが下に向くようになってるんですけれどもお白いインクの場合いっぱいそのインクが スポンジの方にインクを入れすぎてしまうとこの保管の時点でダラダラとねこれこうなんか染み出てきちゃったっていう話があるので、えー、白いインクパッドを使う時はちょっと気をつけながらやってみていただいた方がいいかなと思います。えー、私自身はもうレフィルだけで やってるんですね、えー、そもそも白いインクっていうのはピグメントインクといって、えー、他の大インクとは染料インクとはちょっと、えー、種類が性質が違うのでお掃除とかが若干しにくいというのがありますで、えー、私自身はこのレフィルをねあの他のところでも使ってますけれども、まあ、ブロックとかにこうつけたりあの取ったりとかしてでそこからあちょんちょんちょんとこうスタンプスタンプでこう取ったりとか。 あのまあ、スポンジドーバーで広げたりとかそういうことをしています。で、えー、とこの光沢を出すコツっていうのなんですけどね、えー、とこのボトルの光沢っていうのは、えー、実際、えー、このボトルの写真とかを見ていただくとあこんなところにこう反射を 輝き部分っていうのがあるんだっていうふうに思うかと思うんですけど、えー、と実際ね影にねどうしてもこう影とかつけようとするとこの縁の部分を影にしちゃうんですけど実際はあの影になってる部分っていうのは何て言うのかな結構ほとんどが真っ黒で, <laughs> で。 あの光ってる部分っていうのがすごく特徴的なんですよね。でその特徴の一つとしてここのくびれのところくびれのところがあの光っているとくびれっていうかくびれが終わったところねまあ,あの人間の体で言うとお尻みたいな感じのところ <laughs> お尻のところが光ってる感じですね。なののでここ、えー、こういうういととろをちょんちょょんんあの 白ででうまくできるかな今 <laughs> あの白でちょっと強調するといいかなーと思うんですね。で、えー、そこからちょっとなんか下に向けてみたいな。とにかくねここのくびれくびれっていうかお尻の部分。でちょっとこんな感じで。 ちょんちょんちょんってするとなんかいまいちだけどでえー、とここのくびれの部分はちょっと濃くするみたいなねこんな感じでねでえっ、ー、と意外とこ,この真ん中辺っていうのは真ん中辺の方が 黒いんですよなのでもしリアルに見せたい場合はあのちょっと待ってね真ん中辺をちょっとこんな感じで真ん中辺もちょっと濃くすると。 どうかな、はい、まあちょっとこれの場合はねあのの上の部分がプレーンな白なのであんまり立体感がちょっと出しにくいかもしれないですけどまあ基本的に、えー、ちょっとコツとしてはそんな感じだよっていうことで、えー、ご紹介しました。なのでうんとこんな感じで、えー、傾けて。 こうやってカードなどを。作るといいのではないかということであります。で今36ね。えっ、ー、とあで、えー、ここでは。さらに。この？ラベルをつけています。ラベルは一応サイズがねえー。瓶のサイズに応じて大小とあるんですけれども。 どっちでもいいんじゃないかなと思います。あるいはこの、えー、六角形のラベルの他にも実はこっちのねラベルもこういうふうに縦につくんですよね。私最初それあんまり気づかなかったんですけれどもこういうふうな感じで縦につけることができるのであのそういうラベルの使い方もあるかと思います。 これはスタンプでも同じことですね。スタンプでも同じような感じになります。えー、っと。で、さらに、こういうちょっとジュース系の場合は、えー、台の中に素敵なストローが入ってますので、えー、ちょっとこれはあの余り紙で作ったので、えー、全長じゃないんですけど、あの 本当はもうちょっと長いんですけどね。これね。もうちょっと長い。もうちょっとこんな感じで長いんですけど。でも実際見えるのはあれなのでね。こんな、こんな感じでストローを刺して、なんだろう。ジュースっぽい感じにすることができます。こんな感じかな。 でベルムなんかで作るとすごくあのそれらしい感じにもなるし爽やか感があるので是非、えー、そういう風な使い方もしてみてください。実はねもうあ,のあんまりこれすごく好きなのにあんまり使っていなかったということに、えー、自分の中で驚きなんですけれどもあのこう今までちょっとポップだった部分を ちょっとエレガント系に傾けて少し作ってみるとちょっと苦手だなと思われてた方もこれちょっと受け入れられるようになるのではないかと思いますなので今日はこんな感じかな他に何か言うことあるえっ、ー、とはい今日はこんな感じで終わりにしたいと思います最近はちょっとねあの 連日のように動画を配信しているのでブログでは言い切れないことを一生懸命ちょっとこの動画で配信していますもし何かこう疑問点とかあったらいつでもまたあのメールなり LINE なり何,何かしらのツールを使って私にご連絡くださいそんなわけで またお会いしましょう。それではまた。